この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、まさに勝利への執念がもたらした試合だった。エンゼルスの大谷翔平投手は日本時間の19日、敵地で行われたオリオールズとの一戦に3番、指名打者で先発出場し、先制となる10号ソロホームランを放つなど、5打数2安打1本塁打2打点の活躍だった。チームの連敗は2でストップ。何よりもこの勝負の大きな割れ目となった一つのポイントが、同点で迎えた終盤8回には値千金となる決勝のタイムリー内野安打をマーク。5打数2安打2打点という出色の活躍を見せた。この活躍が海外メディアでも大きな注目を集めている。エンゼルスの大谷翔平投手は日本時間の19日、敵地で行われたオリオールズ戦で5打数2安打2打点で連敗ストップに貢献した。8回には激走で内野安打をもぎ取り、これが決勝点となった。地元紙ボルティモアサンのオリオールズ版ジェイコブ・カルビン・メイヤー記者も、影響を及ぼしたのは1本の安打として、試合を決めた内野安打に注目。この日の試合でエンゼルスは大谷が先制弾を放ち、トラウトも10号ツーラン、オリオールズも7回にラッチマンが7号2ランを放つなど、両軍の主砲がアーチをかけた。それでも、決定的な一撃は、大谷によるものだった、と言及。同点の8回に四万塁。大谷の1、2塁間への強烈な当たりを、一塁手のライアン・マウントキャッスルはダイビングで掴んだ。ベースカバーに入る投手にトスしようとしたものの、大谷はすでに超速で一塁ベースを駆け抜けていた。大谷の激走を、メジャーでも屈指の本塁から一塁へ早く走れる選手だ、と称賛。彼は投打にわたってのパフォーマンスに注目が集まりがちだが、これまでのシーズンでも素晴らしい盗塁を何度も見せてきている。この日の試合でもその俊足がチームの勝利を大きく引き寄せたのだ。彼と対面するときは、ホームランが打たれること以外にも警戒をしなければいけないことがある、と大谷の俊足を称賛。その上で、コーロンブがベースカバーするのを忘れたかのようだったが、大谷の俊足が彼を混乱させた、と称賛。対戦したオリオールズのハイド監督は、彼、大谷はどのみちセーフになっていたと思う、と振り返った。マウントキャッスルも、どんなことがあっても、内野安打になっていただろうね、と指揮官に同調していた。この日の試合は双方が多くの得点を、高得する乱打戦となったが、何が何でもプレーオフに進出したいエンゼルスの執念が勝利を手繰り寄せたのかもしれない。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。相手ピッチャーは投球後三塁側に傾いていました。これだと一塁ベースカバーは当然遅れます。日本では投球後直ちに守備体勢を取れないピッチャーはフォームを強制されるか、試合に出してもらえなくなるのでは。一塁手新正面への痛烈な当たり、一塁手も投手も全くミスがない。あれが内野安打になるなんて信じられない、ありえない、大谷はなんて俊足なんだ、アンビリバボー。いかがでしたでしょうか。ここ最近は連敗をしてから執念の勝利をするというのがパターン化しつつあるエンゼルス。今日の試合でもエンゼルスは試合の終盤までどちらが勝ってもおかしくないような競り合いを展開しながらも、ネビン監督の采配やレンフロー選手のレーザービーム、そしてチーム全体が何としてでも勝利をしたいという気持ちがこの勝利を呼んだのではないでしょうか。大谷選手も10号のソロホームランを決める活躍を見せながらも、終盤の8回にはヒットを決めてみせ、魂のこもった俊足がこの劇的なタイムリーを運んだのだと思います。これこそまさにヒリヒリとする展開。シーズンはまだ序盤とはいえ、アストロズやレンジャーズが上位を独占していますから、うかうかしてはいられませんね。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。